今日はお便りにお答えして、なぜ小説の新人賞で筆歴や応募歴を細かく書くように指示されるようになったのかっていう、まあそんな質問にお答えするような話です。新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、小説家鈴木喜一郎のパコパコラジオ。この番組は小説家鈴木喜一郎が毎日キーボードでパコパコ原稿を書きながら思ったことや感じたことをダラダラ話すラジオです。中身はありません、あしからず。というところで、今日はラジオネームつゆだくさんという方からのお便りです。鈴木先生こんばんは。はい、おはようございます。いつも楽しく拝聴しています。はい、どうもありがとうございます。とある掲示板で話題になったのですが、どんな掲示板だろうね。まあ、気が向いたら教えてください。筆歴応募歴をなるべく細かく書いてくれと指定する新人賞が増えたような気がしています。小説現代長編小を調節新人賞などがそうなっていたかと思います。これは調べてきましたね。今までは最終選考や三次選考などかなりいいところまで行っていなければいちいち書くなというのが主流だったと思うのですが、だっけ？これに関して2つ質問があります。はい、どんなことでしょうか。1、どの程度まで筆歴応募歴を書き込めばよいでしょうか。まあ応募先にもよると思いますが。2、そのような応募要項が変化した理由っていうのはどんなことが考えられるでしょうか。投稿サイトが盛り上がっていて書籍化のハードルが下がっていたりもするので、そちらに関係があるのかなと少し思っていますが、だそうです。先に、一応確認をしていきますけど、多くなってきたような気がするというふうではちょっとこちらも答えようがないので、まあここでは小説現代長編新人賞について書かれているので、まあそこに関しての話をしましょうかねっていうことです。で、まあ一応さ、応募先によるとは思いますが、どの程度書き込めばいいですかっていうことなんですけど、これご自身が薄々感じておられている通り、賞によります、新人賞によるので、募集要項、応募要項に書いてあるので、そこをよく読んでください。この新人賞の場合、新人に限るっていう規定がちょっと、まあ後で述べるように、後でお話しするみたいに、まあちょっとややこしくなってきているので、小説現代新人賞の場合は非常にそこら辺丁寧に説明してますよね。小説現代長編新人賞の場合は、一度も商業出版したことがない人ということなので、でこれはそのどの程度書き込めばいいかっていうと、一度も商業出版したことがないということを、まあ、明らかにするということが大事いいんです。で、まあ、Kindle で売ったらどうなるのかってことは、これ分かんないので、でこれについては Kindle で出しました、どの程度売り上げてますかっていうか、まあ、Kindle で出しましたっていうふうにして、自費出版でこう、Kindle 出版で出しましたっていう形にして、まあ、そこら辺書いておくと確認ができるので、でその
Kindle で出したはいいけど、まあ全くもうレビューも全く何もついてなければ、まあこれ OK だよね。だし、何百件とレビューがついてたら、これ新人だろうかっていう、まあそういう判断にもなってくるからね。まああとはもう、今は本当にこの手のことは非常に丁寧に書いてあることが多いので、書いてなければ OK、書いてあれば微妙っていう、そういうことですな。二つ目、なぜ規約が変化したかっていう、その理由についてどんなことでしょうかっていうことですけど、まあ、これ規約が変化したっていうのは、変化したというよりはむしろこう細かく細分化されたっていうことの方が近いかなっていう。まあぶっちゃけた話、その発表形態が非常に多様したからですね。で、僕がデビューした時代、その30年ぐらい前っていうのは、この新人の規定っていうのは無名の新人に限るっていうだけで処理できたんですよ。自費出版というと紙の出版ぐらいしかなかったので、でその そこで紙の出版、しかないので、もうまあその自費出版を出してそれを持って、あちこちの出版社に営業をかけるなんていうことが、できた時代でもあったのでね。30年前の話だよね。時代変わってるからね、こういう話をすると、その、いや、今は違うからっていう話をすると、あの人どうですか、この人どうですかって言って、昔デビューした人の話をするけれど、僕が、その、こういう持ち込みがデビューした、持ち込みでデビューしたっていうのは30年も前の話なので、いいね。で、森村誠一さんだとか、あと西村京太郎さんは、もうすでにし、デビューはしてましたよね。江戸川乱歩賞を受賞したときに。森村さんの時は何冊か作品を書いて、で、原稿を持ち込んだら、そこの持ち込んだ、その出版社の人が、あ、これできいいので、うちは営業力そんなにないので乱歩賞を出したらと言って、それで出したら受賞したっていうことがあった。西村京太郎さんはオール読み物推理小説新人賞でデビューしたはいいけど、まあその後鳴かず飛ばずだったので、じゃあということで江戸川乱歩賞に応募して、受賞してデビューしたっていう、そういうパターンですな。で、小説現代長編新人賞の場合は、講談社が仕切ってます。で、講談社が主催してます。で、あと、江戸川乱歩賞は主催は、日本推理作家協会ですけど、講談社が講演してるので、江戸川乱歩賞の選考経費に関しては、講談社が負担してます。これは、推理作家協会のホームページに、その、収支が公開されてるので、そこら辺は見れば一目瞭然なんだけど、なので、まあ、講談社さんにしてみたら、じゃあプロのリカバリーは OK なので、まあプロでデビューしたいという人は、プロで再デビュー再起を図りたいという人は乱歩賞に応募してねっていう、まあそこら辺の姿勢はっきりしてるからね、住み分けがはっきりしてるので、でまあ無名の新人ってこういう風にした方してくださいねっていう、まあスタンスはっきりしてますよね。でここでその非常にこう細かくこう書いてあるっていう理由は、やっぱりね、これどうなんだろうっていうふうに迷うことっていっぱいあるんですよ。
例えば自作未発表の作品に限るっていう風なんだけど、何を未発表とするかっていうと、これ意外と議論分かれるんですよ。自分のホームページで作品を発表してる場合に、これ不特定多数が閲覧できる状態なので、これ発表じゃないのか、たまたま誰も見てないだけでこれ発表じゃないのかっていう、そういう問題がある。で、あと小説投稿サイト、なろうだとか書く読むだとか、そういうところの場合、そういった小説投稿サイト、ここで作品を発表するのってのは、これ応募じゃないの？で、ここで出したやつをどっかに違うところに持ってくって、これ二重投稿というか原稿の二重売りにならないの？なろうだとか書く読むっていうのは、本来その自分で小説を書こう、で書いて小説家気分を味わおうぜっていう、まあもともとは書く読むは違ったな、なろうはもともとそういう趣味で楽しむものだったんだけど、まあ、そこから次々とデビューしてヒットした人、ね、蝉川夏也さんのその異世界居酒屋ノブなんていうね、あの大ヒットが、まあその他にもいろいろ、古いな俺なそんな具合にいろんなヒット作が出る、そんなそういうところに作品を不特定多数が閲覧できるような状態で、そういうデビューを前提として作品を出すということは、それは応募に当たらないのかとかっていう問題が出てくる。あの発表の敷居がね、自分の書いた作品を発表する場の敷居が非常に下がってきているので、非常に下がっているというか多様化してるからねっていうです。例えば Kindle だとかの電子書籍出版を刊行したら、これって KDP ね、かつては協力出版って言って、紙の書籍にして、で紙の本にして書店に並べるという流通まで著者が負担するっていうか、負担して、ねで並べるっていう状態のものが、結構これ流通経費まで著者が負担するので結構大変だったんだけど、こう電子書籍出版の場合だと、その流通経費もものすごく下がってる。んでこういう Kindle などの電子書籍出版の刊行っていうのは、これそれで作品を公表していたら、これはその収益、つまり収益を上げること、販売を目的した、つまり営利目的で反復継続して販売しているんであれば、それは業務にあたるので、これはプロだよね。売れてるか売れてないかの問題ではなく、プロなんだ。だけど、じゃあこれはじゃあ新人じゃないのかっていうと、あまりはっきりとしたこのラインって引きにくいんだよ。全く誰にも読まれてないものを、全く誰にも読まれてない名作ってあるからね。ねえ、こう売れるためにはいい作品でなければならないけれど、いい作品が売れるためにはいろんな要素が絡んでくるので、だからこうそれをじゃあそのまま、まあたまたまそういうチャンスに恵まれなかったから、じゃあそのまま見逃していいのかっていうと、まあこれもやはり難しい問題があるのでね、ということがあります。まあ何にせよ、応募要項をしっかり読むこと大事です。
プロアマ問わずという賞もいっぱいあるので、プロのリカバリー組っていう、リカバリーっていうのも十分できる仕事でもありますし、で、まあ何にしてよ、小説の新人賞って結構公平よ。ね、やっぱね、選考委員に公の場で選考委員をちゃんと選考してますって言ってるけど、実はプライベートの場でも選考委員って結構真剣に選考してるというのが実情です、うん、そんなに真面目にやってんだっていうびっくりすることって結構あります。やはり今の時代、選考委員は自分も誰をその受賞させるかによって選考委員自身が読者から選考されているっていう、そういう部分があることを強く意識するっていうことが、ね、今の新人賞は本当そうですよ。何十年か前には、何十年かってか、少なくとも僕がデビューした当時は結構皆さん真面目に選考してたという話は伺っているので、僕がデビューするちょい前ぐらいだよね、はいろんな話があったっていう話は、筒井康隆の大いなる女装っていうのはあったよね、昔の話だよなとかってあれ読んでたりすると思ったりするけどね。ねえ、まあそんなような話で今日はそんなところです。なんかまあ分かっていただけますか、ね、分かっていただけましたかね。つゆだくさん、この番組のお便りご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、王流物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎のパコパコラジオ、そんなところで、ではではでは。